はようございます。もう昨日からねガンタンクばかり練習している私でございます。一晩かけれど、昨日はちょっと忙しくてあんまりできなかったんだけど、それでも一晩ね、数戦練習してみて、少しは操作、慣れてきたんで、今回はそれやってる様子を紹介します。これは、ちょっと今試験やってみたっすこの距離だと、これはあんまり届かないんだな。よし、やっぱりこっちで練習じゃねえ、こっちで打ってた方がいいか。よいしょ、よし、マニュアルで。ちょっとね、昨日のコメントでマニュアルでやった方が、第三勢力マニュアルでやった方がいいっていう話があったんで、ちょっと練習してみたんだけど、とりあえず第三勢力いいかちゃんと痛い。味方はみんな向こうにいるのか。また前に出すぎっていうか、後ろに下がりすぎっていうか、中継地点を抑えられすぎっていうか、ちょっとね、まだまだね、戦闘に夢中になっちゃうとミニマップ見る余裕がなくなるね。敵はみんなどこ行っちゃった？味方機が中継地点を占拠。第三勢力と戦ってるのかな。我が隊の戦力残り 50% を切りました。中継地点を占拠。未確認機の撃破を確認。中継地点を取られたか。え、あ、違う、味方がやった。 OK、ダメか。どっからか狙われてる。こいつか。当たれ、よし、OK。当たれー。よし、アシスト、次あいつ。ああ、当たれ、よし、もう一丁、よし。ああ、オッケー、次こいつ。やばい。いや、格闘技は苦手だし、あれ。あっ。もう少し操作に慣れてミニマップを見る余裕が欲しい。そして、やっぱりミニマップ見る余裕だな。最初、今のところ課題は、あれ？あれ？ラグ？よし、あいつだ。あ、終わっちゃった。はい、負けっす。なんか、パーッと終わっちゃったけど、はい、昨日、今日と、頑張ってですね、頑張って、ガンタンクの練習しております。さ、なんか、ちょっとね、ガンタンク使い始めてから、微妙に成績良くなってるんだよね。やっぱり、支援機向いてるってこと？どうなんだろうな。今回の戦闘結果です。
まあ、今回はまだまだな成績だけど、はい。うん、ちょっとしばらく支援機で頑張ってみようかと思いますんで、応援よろしくお願いします。あ、けどランクマンになったら、どうしよう。まあ、いや、とりあえず頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。